ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。さあさあさあ、今日久しぶりの J トーク、もう、あ、そう、消毒がすごいよ。消毒がすごい。消毒、救急車も来てるし、やばいよね。いっぱいジャニーズと共演してる人のね、お話聞けるということで、はい、はい、読みましょう。JP の登場です。どうぞー。どうもどうも。いや、消毒がひどいのよ。言ってたよ、もう日テレの人も。え、言えたんだから。どうも、JP です。ギャーン。そうだ。挨拶さ、はい、考えたやつだ。出た出た出た。中町兄弟さんにね、考えてもらった。おう、YouTube 挨拶で。そうだそうだ、JP の J も P も一切入ってない。でもいいじゃん。これ流行ってみましたよ。ギャルポーズでね。はい、じゃあというわけで改めて今ね、はい、ダウンタウンの松本さんの、はいはいはい、もやも大人気の JP です。よろしくお願いします。どうもどうもよろしくお願いします。はい、JP くんです。はい、よろしくお願いします。抹茶のものまで今日一切しなくていいから今日は、ね、ああ、そうですか。一切求めてないから、このチャンネルに JP の抹茶のものまで一切求めてない。そうなんですか。なかなかないでしょ、あんま求め、まあ、ないないです。今、まあ、金髪の面はもう今日持ってこなくていいって言われたんで、そういうことかと思って。 JP 君はね、最近テレビとか出てて、いやいやいや、でジャニーズの人と共演してるじゃない、うん、してますね、はい。そこの話とか聞きたい。まあでも、あの、ありがたいことに、はい、あの、もともとそのジャニーズを見に行かないじゃないですか、うん、ジャニーズのライブは。もともとだってヒーローとか、そう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 、ジャニーズにハマってないもんね。そうそうそう、嫌いとか好きとかそういう次元じゃなくて行かないのに、うん、まあ、よく誘っていただいて、そうそうそう、でそれで行って、あ、これすげえなっていうのがあって、うん、だキスマイも行ってるし、うん、滝つばの10周年も行ってるし、セクシー、あ、じゃあ、ABCG かも行ってるし、V6 も行ってるし、うん、ニュースもね、ニュースも行ってますし、ラグビー場、行った、あ、行った、そか、その時、俺行ってない時だ、もう2人で行って、そう、そっちで、俺が行けなくて、JP と行ったんですよ。そう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 、パーナですよ、僕は。だからもういっぱい行ったよね、JP と。そっか、めっちゃ行ってるんだ。なんなら1人だけだったら、TOKIO のコンサートも行ってますから、そうだね。それもさ、はい、場所間違えたりするでしょ。そうそうそう、あの日本武道館間違えて東京武道館に行くって。東京の代々木上原のもっと上の方、奥の方行ってね、住宅があるって、あれおかしいな、これに日本武道館あるのになんかあれっつって、でなんかね、あのサービス案内に電話したら、あ、すいません、ちょっとあの日本武道館、じゃあ、いや、東京武道館行きたいんですけどっつって、あのいつも、え、はい、あ、そちらあのどに、東京武道館ですか、あ、そうなんですよ、あの24時間テレビとかやってるじゃないですか、多分それ、あの、に、日本武道館の街。おかげでね、本当に。うわーっ、まあ、いろんなこと学んだね、ジャニーズからも。うん、もう、空船はなんとか聞けてからよかった。間に合った。空船に間に合った。後半から行ったんで。あー、前半ぐらいです。まあ、ぐらい、ジャニーズさんのライブは実は行ってるんですよ。ね、はい、はい、はい。だから、普通の人よりは、詳しい、うん。普通の人よりはね。確かに、普通の男性よりは全然行ってる。まあ、全然詳しいし、うん、あの、まあ、見方も違うし、すげえなーと思って、演出とかもね、かっこいい人が頑張ってはんのを見てるし。で、結構そういう人たちと仕事で会ったりしてるわけじゃない？うん、お会いします。ここ最近。はい、あの、お会いします、お会いします。はい、はい、はい。その辺の話とか聞きたいんですけど、うん、僕、あのね、うん、この、あの、な、関西のやつで、うん、YouTube もあったけど、あの、A グループと絡んでるでしょ？変えました。おぉ。なんか見取り図さんが司会で。そう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 。ちょっとフェスみたいなね、うん、NHK のコンサートでありましたけどね。その裏話ないの、なんか。裏話。あ、でも、その、A グループがいらっしゃってて、うん、で、その A グループ、まあ、リハーサルの時に、うん、まあ、僕も松本さんでいるんで、うん、で、こう、座敷に座ってるわけじゃないですか、リハーサルで。で、まあ、一応、リハーサルだから、まあ、台本通りじゃないことも、まあ、流れを確認するんでね。で、どうですか、松本さんって、ね、どうですか、松本さん森山さん。森山君。森山君。で、それを松本さんで、受けたときに、うん、なんか滑らんなみたいな感じで返す予定やったんですけど、はいはい、別にリハーサルだから、うん、いやっていうか別に A グループは俺のことよう分からへんけど、一応ジャガーズで免疫つけてるから俺知ってたわ。おー、リハーサルで俺ぶち込んで、おー、じゃあみんなおーみたいな、あー、すごい。A グループの皆さんはそういう風に言ってくださって、ノリやっぱりノリ良かった、反応がすごい良かった皆さん、はい、素晴らしい。 裏でもね、すごくね、ご挨拶ちゃんと来てくださって、あ、素晴らしいね、いい人たちだなと思って。A グループもだってバラエティでも今ガンガン見るしね、いやいやいや、本当にね、それこそね、年をね、いい人たちでした、よかったよかった、うん、いや嬉しいわ、いやすげえ、ありがとう、もう嬉しいわ、なんかそういう、いやいやいや、名前出してくれたの、名前出してくれたの、
じゃなくて。なんかあります他。他？あ、他ですか。あ、なにわ男子とも共演してるんですか。そうそうそう、なにわ男子、はい。なにわ男子、新しい鍵で。ああ、はい。人間カーリングみたいな感じで。はいはいはい。あの、西畑大吾くんと、大西流星と、そうそうそう。中川くんか。そう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 。僕、ね、落ちるつもり満々で行ったのに、うん、全然一切落ちずに、うん、はい。あの、漢字の、その、なにわ男子の方だけが、うん、じゃんじゃん落ちてた。よっぽど芸人より芸人じゃん。体張って、ね。うん、普通ね、アイドルの人は残って芸人が落ちるじゃないですか、うん、なのにもうアイドルがガンガン落ちるから、そっちかい、すごいな、体張ってるなと。ちゃんと本気でバラエティやるよね。ちゃんと本気で、うんうん、いいな、喋ったんだ。その時も、空き時間の時に、うん、もう僕分からんから、うん、全員、だってあれでしょ、あのジャニーズ全員と裏で繋がってる人だね。繋がってない、繋がってない。でも、西畑大吾君と俺シリーズ作はちょっと、ああ、ジャガーズ1は持ってるから。そうなんですか。いや、だから僕それ知らないから、うん、全員仲いいと思ってるんで、うん、ああ、ジャニーズの人はジャガーズ全員仲いいと思ってるんで、ああ、じゃあジャガーズさんとあの仲いいんです、さあ、ありがとうございますって言ってくださる。ああ、ありがとうございます。長尾健人君はお仕事したことないけど、2人は、いやー嬉しい。あ、そう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 、テレ東の番組で審査員かなんかいらっしゃった時に、向こうから、あ、どうも、テレさん、本当いつも見させてもらってます、本当ファンなんで、って言ってくださって。向井康二君でしょ、うん、すごいな。今みたいに出る前でしょ、それ。全然出る前、もう去年とかです。いや、だからすごいね、めっちゃバラエティやっぱ、すごい、チェックが。うん、もう、わ、ありがとうございます。ね、って嬉しいわ。はい。だジャガー友人とかはね、ジーコ、向井康二君好きって言ってて、向井康二君は JP のこと好きって、JP はジャガーのこと好きだから、もう三角関係になってるわけでしょ。うん。はぁ、あ。なんで言ったのか、ちょっと、なんでつく言い方なの。ジャニーズと共演したら、ちょっと。うん、まあ全然これからもあると思いますよ、全然。逆に、こういう、この方たちと今度共演するんですけど、とあったら、聞かれたらなんか、お知らせ。あ、この子はこういう人だよとか、あの今度ね、かな、うん、ラジラーっていうラジオ番組、ラジラー出るの、出るんですけど、おお、ブロ君、もう、ブロ龍太君、このチャンネルでも何回も過去いじったりしてるぐらい、あのブロ君と、まあ、多分初対面だと思うけど、もうツッコミめちゃくちゃやってくるから、もう全然もう自由にボケたら全部、ジャニーズっていういくつぐらいの子なんですか。30、だから JP 近いよね、うん、JP のちょっと下とか、何個か下ぐらい安心して、うん、で、ほんと関西でもう上手な、喋りも上手で、MC とかもすごい上手だから、普通に、もう ディスクジョッキーの人と、面白いディスクジョッキーと喋りに行くぐらいの感覚で、あ、じゃあ結構もう、あ、肩の力、いや、だいぶ抜いていいと思うよ。こっちがなんか、まあ、裏回しなんかなと思う。あ、全然もうゲストとして行っていいか、安心ですね。まっちゃんとかで逆にいじったら、喜んで全然突っ込んでくる、返しもあったりする。そういう人がいただくのは、うん、はい、そうそうそう、あ、そう、だからそういうなんか、そういう話、今度何々くんとかあったら今度紹介するし、また、なるほど、あ、助かる。はい、じゃあちょっと、ね、いや、ありがとうございました、忙しい中、また機会あったら、はい、あ、ありがとうございます。除菌除菌で気をつけて、はい、そうそうそう、ちょ、微力ですけども、JP 君、モノマネモンスター JP っていう YouTube やってるので、うん、そっちのチャンネル登録もなんで俺なの。ぜひ JP の概要欄に載せておきますね。概要欄にね、あの、はい、モノマネモンスター JP ってね、あの YouTube やってますんで、ぜひ登録していただければと思いますんで、はい、よろしくお願いします。またじゃあ、後のチャンネルにもちょっと出てください。じゃあ、ぜひぜひ、機会だったら。ぜひぜひ。いいの？ハリウリサ、川口浩平の後にうちらの趣旨が違う。なんでお二人にその浜田さんとかその、ね、室強さんのモノマネ求めるんですか。それはもうもちろんジャニーズモノマネで。あ、ぜひぜひ。だからいろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい。というわけで今日はゲストに JP が来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。